大月は体、風が揺らきついって言ったから。大月さんは風なかったんじゃないですか、うん、俺がでかいんで。はい、実際ちょっとその優作さんも今ものすごい先行で行ってる分、そのちょっと難しいかなっていうのはありますか。まあそうですね、もうああいう形になっちゃうかなと思ってたんですけど、もうちょっとうまく立ち回れば良かったですね。ちょっとさすがに8番手はリスクというか、もうはい、もうただあの結果オーライだと思うんで。まあ行くしかないが良かったかもしれないな。そうですね、決まってるけどな。実際その前天日と比べてやっぱり過程というか、なんかちょっと違う感じありますか。まあ変化はどうなんだろう。まあでももう風が強いって覚悟してるんで、うん、来る前からそこはもう、はい、そうです、まあ、その分その勝ち切れたということで状態の良さみたいなのは掴めた感じなんですか。そうですね、あのしっかり勝ち切れて大月さんとワンツー決めて、うん、まあ、足の状態は悪くないと思うんで、まあ、あのしっかり立ち回れれば勝負できるかなと思います。もちろんその今年の目標が G1 のもう優勝というところをしっかり考えてると思いますけど。そうですね、はい、出れる G1 すべて狙って、まあでもやっぱり決勝に乗らないことには取れないんで、まずはしっかり勝ち上がるっていうのをところに決めて戦っていきたいです。ちょっと熱い1年期待してます。はい、頑張ります。はい、頑張りましょう。